はい、Jチャンネルです。今日はね、弾き語りのですね、中級の練習というのをやってみたいと思うんですけれど、中級になったらやっぱコードチェンジがねスムーズにいかなきゃいけないということで、やっぱりコードチェンジがやっぱ課題な人が多いんですよね。で、僕もそうですけど、やっぱこのコツがあるんですけど、コツ、例えばね、初心者とか中級ぐらいまでの方でも、まあ歌詞とコードをやりますね。で、歌詞の上にコードをやってる人がほとんどなんですよね。で、それでも悪くはないんだけど、じゃあどこで区切るのかっていうのがね、分かってない人がほとんどなんですよ。なのでそこをね、はっきり明確にしとかないとコードチェンジは難しいんですよね。それのコツをやってみたいと思いますのでね、興味がある方はぜひね、最後までご視聴いただきたいと思いますが、あのチャンネル登録もね、よかったらね、やって、まあ、次も見ていただけたら非常に嬉しいと思います。コツというのがありますので、これ例えば簡単に言うと3つです。3つたくさんあるんだけど、大きく分けて3つですね。歌詞とコードに入れるんだけど、コードのところにね、区切りを入れるんですよ。小節ごとに区切りを入れるんです。ちょっとこれ、その面倒くさいとか難しいと思うんですけど、ここを丁寧にやってもらったら僕はいいと思うんですよ。だからまず小節に区切って、コードをこの立ってていいですから、別にあの小説とかね、おたまじゃくしを書かなくていいから、コードのところですね、Am とか Bm のところにこう区切りを入れて、ここからここまでが1小節、ここからここまでが1小節という感じに、まあ一応区切りを入れると。やり方はやりますのでね。そして歌詞はね、ひらがなで最初は覚えた方がいいと思います。ひらがな。そこまでやってみようかな。で、今やってる曲はね、いい日飛び立ちというのがあります。これ中級っぽいやつですけどね。例えば今こう出てますけど、雪解け間近の北の空に向かい、ここまでやってみたいと思いますけど、例えば雪解け間近の Am、E7、A7、Dm、Dm-onC とありますね。ここをまあ適当に書いてあるんだけど、これを漢字にすると非常に難しいんですけど、これをね、ひらがなにするんですよ。ひらがなにして区切りをつけるんですね。そうするとすごくね、コードチェンジが簡単になります。やるときはですね、今こんな感じで漢字でやってますけど、全部ひらがなにするとこういう感じになります。わかりますかね。雪解けです。 Am のところ前に雪のじゃなくて雪から Am なんだ。雪解け。そして間近で G のとこで E7、 そして A7 は北の空に向かいのとこで D-7C なんですよ。ここは別にあの区切りはなくていいですけど、一小節の間に2つ入る。だからこう Dm から Dm-7 でもいいけどね。ここのとこでこんな感じかな。12345678になるんですけど、雪解けになるんですよ。だから U は前の小節になるね。雪解け間近ってありますけど、漢字だったらこれは分かんないんだけど、 U は前のコードなんですよ。イントロのコードなんですよ。 E7 のコードなんですよ。E7 から雪解け Am なんですよ。だから U は E7 で、木から Am 雪解け、マジカの E7、 北の空に向かい、これも A7 なんだけど、なんていうのかな、これと、なんとか不等点っていうかな、一緒に弾くんじゃなくて、一回弾いた後に北の空に、一緒に北なんじゃなくて、北の空に向かい、こんな感じでいくんですよ。ちょっと難しいでしょうかね。で、これをでもあのひらがなにすると簡単でしょ。漢字だとどこで切ったらいいかわからないんですけど、雪の中で、雪っていう漢字の中でを分けないと、雪で切るんだから漢字だったら難しいですよね。だから雪解け間近の、こんな感じで練習していくんですよ。退屈だと思うんですけど、これがやらないとコードチェンジがどこで切り替えたらいいかっていうのが曖昧なままやってるでしょ。だからそれをもうはっきりとここで切り替えるんだよという感じで勉強していくとやりやすいと思うんです。いかがでしょうかね。これでやっていくと、あの自分のね、あの好きな曲を一回そのひらがなにやって
書いてみて線を引っ張ってみて分けてみると。だから4小節じゃない5小節の歌もあるし、ね、いろいろあると思うんですけど、それをやっぱり一回線を引いてみるというのをやってみたらコードチェンジがまあね簡単になってくると思うんですよね。あとはそれやったら歌とギターは別々に練習するっていうのがありますけど、これはまた別の動画で出してますので、あの歌とギターは別々に練習するということで、コードのふわりね、小節のふわりを入れて、そこから歌詞はひらがなでやるという風にすればコードチェンジがあのよりね簡単にやりやすくなるんじゃないかと思いますので、ぜひねそこらの方は自分のやりたい曲をね一回もう一回ひらがなとかねやってみて区切ってみるというのをお勧めします。ちょっとねめんどくさくて難しいと思いますけど、これが多分ね本当に一番近道じゃないかと思うんですよ。これがめんどくさいけどこれが多分有効だと思いますので、よかったらねちょっとまあ手間がかかりますけどやってみていただければと思います。はい、という感じで、これでいかないと中級にいかないからね、中級の練習のコードチェンジのコツをねやってみました。はい、もしよかったらねチャンネル登録とかね、コメントなんなりよろしくお願いしたいと思います。 J チャンネルでした。ではまた次の動画を見ていただきたいと思います。ではまた。